韓国の教習者は韓国で自動車教習に使われる自動車、オートバイについて説明する。教習者には自動車教習所の指導員が教習を円滑に行えるよう様々な機器装置や保護装置が装備されている。運転免許試験場の技能試験に用いられる試験者は教習者と構造は同一であるが、試験者は 大韓民国道路交通法施行規則により、車種、車体の寸法、車体の色、自動二輪車についてはこれらに加えて、排気量などが細かく規定されており、規定を満たさない車両を試験に用いることはできない。第一種普通免許の技能試験者の一例、第二種普通免許の技能試験者の一、例大型自動車の技能試験者の一例第一種、普通免許可機能、 各項目の基準に該当する貨物自動車、ヒュンダイポーターあるいはキアボンゴの運転教習用が使われている。第2種普通免許書きの各項目の基準に該当する乗用自動車、第2種普通練習免許では、積載重量3トン以下の貨物自動車も使用可能。ヒュンダイアクセント、ベルナ、キアプライドの運転教習用が使われている。下記の 各項目の基準に該当する乗車定員30名以上の乗り合い自動車。バスが使われている。周回コースを走行。大型牽引車周回コースは走行せず、大型牽引車専用のコースを使用。小型牽引車周回コースは走行せず、非牽員自動車を連結した状態で、S 字、クランク、方向転換。救難車技能試験方法は、 レッカー車韓国での運転免許を参照。周回コースは走行しない。排気量 200cc 以上の自動二輪車。周回コースは走行せず、曲線コース、屈折コース、一本橋、スラローム S&T モータースミラージュ250、ミラージュ650の運転教習用が使われている。排気量 49cc 以上の原動機付き自転車。 技能試験方法は、第2種子型免許と同じ。S&T モータースミラージュ125の運転教習用が使われている。レッカー下記の基準に該当する自動車トレーラー、下記の基準に該当する自動車。ありがとうございます。